翻訳指示は、奈良県柏原市の東南に位置する、藤原慶の薬史寺と呼ばれた寺院。後に、児童天皇となる皇后の病気平を祈って、天武天皇が混流を誓願した漢字である。平城京遷都で、薬史寺が西の慶に移ると、西の慶の薬史寺と区別するために、翻訳指示と称されるようになった。翻訳指示は、元薬史寺とも記されるほか、 平城系に造営された薬師寺に対して、藤原系薬師寺などとも呼ばれる。これまでの発掘調査により、およそ11世紀初頭まで存続していたことが認められている。現在は、柏原市場との町の要因の境内に、ガランの遺構の内近道の礎石の一部が残る。また、東東や、斎藤の土壇及び新祖などの礎石が、周囲の水田に残存しており、 翻訳指示跡として特別史跡に指定されている。史跡も特殊寺市被景大地に植えられた補填葵現在、近藤跡周辺の急校電を利用して、柏原市立うねび北小学校の2年生の協力によって補填葵が植えられており、例年8月下旬から9月下旬が見頃となっている。薬指示が平城京に移されたことについては明治以来論争がある。 従来はその仮覧の規模や配置が西の形の薬師寺とほぼ一致しており、瓦原も同一であるとして、西の形の薬師寺に移築されたとする説が有力であった。しかし、仮覧配置はほぼ同じだが、回廊が袋の薬師寺に対して、翻訳師寺は単廊である。ただし、薬師寺の回廊の発掘から、西の形の薬師寺も当初は単廊で造営が進められたことが、 明らかになっている。その他等や、近藤の模古紙など薬師寺との違いが、細部にある。瓦については、創建寺の軒瓦のうち、軒丸瓦は、同伴のものであったが、軒平瓦は同じものではなかった。また、翻訳師寺から、その創建寺の瓦が大量に発掘され、かつ、西の系の薬師寺根流後に補修された瓦も、発見されている。 これらのことから、西の経の薬師寺は一区ではなく、新築と考えられているが、斎藤の状況からそうではないという説もある。また、近藤の本尊についても、移転により、翻訳師寺から運ばれたとする説と、新たに作られたとする説がある。翻訳師寺柄の配置図 A 近藤 B 等々、C 斎藤 D 中門 E 行動地域は、 藤原経右京八条三宝の全域を占める。ガランは、薬師寺式ガラン配置であり、中央に近藤があって、その手前に左右対称の東東と斎藤を配置しており、その前面にある中門の両側から、回廊が近藤の背面にある坑道の両側まで取り囲んでいた。近道、東東、斎藤の基壇や礎石は、西の経の薬師寺と同じぐらいの規模であるが、 発掘調査により、注文や回廊の規模及び構造が異なることが分かっている。なお、坑道などがあった北側の地域は、今日、集落があるため発掘調査は、困難な状態にある。近道の祖先現在の近道跡は、周囲の水田より1メートル余り高く、東西36メートル、南北29メートルの土壇に、河口岩による、 方形座を備えた19個の礎石が残り、そのうちの4個は、伊用院の本堂や栗に用いられている。近藤は、礎石の配置から、桁行き76尺7寸、張間39尺で、桁行き7間張間島の両久市の建築物であったと推定される。もこしを示す礎石はないが、その存在を想定できるもこし所用瓦が、出土している。 発掘調査によると、基壇は東西29.5メートル、南北18.2メートルとされ、西の系の薬師寺と規模は同じで、また同様に前面3カ所、背面1カ所に階段を備えていた。東東の基壇は一辺14.2メートル、高さ1.45メートルで、西の系の薬師寺とほぼ同じ規模であったことが分かっている。 基段は四面の中央に階段を備え、業界岩により化粧されていた。もこしの礎石は残らないが、中心の深礎及び四点中四個と、側柱十二個のうち11個の礎石、計十六個が残存し、東西二点一メートル、南北一点七メートルの河口岩の深礎に、シャリがある。東東の規模は、二十三尺であったとされ、薬師寺の東東の規模と、 ほぼ一致する。現在の土壇は、東西16メートル、南北13メートル、高さ1メートルであり、東端には、祠が祀られている。最東の基壇の規模は、一辺が、約13.5メートル、高さ1.6メートルであったとされる。花崗岩の深祖が残存し、その中央には、直径39センチメートル、高さ10センチメートルの突部があり、東東及び、 西野 K の薬師寺の塔の真祖とは異なる。この斎藤跡から、西野 K の薬師寺の総研瓦が大量に出土したことにより、翻訳師寺の斎藤は、平常形に薬師寺が移った後に、改めて混流された可能性が挙げられている。注文は、桁行き3件、張り間2件であり、西野 K の薬師寺の注文より小さく、注文の両側から伸びる。 翻訳指示の回廊は単廊であった。注文の大きさは、西の形の訳指示では、回廊が袋に改造されたことで、注文の規模も変更されたと考えられる。ありがとうございます。